ぞ。あとは大丈夫。ご苦労様。よし。やっぱり飯は近くで食わねえとな。楽しくないものね。で、なんで今日の稽古をサボった？街で事故があって怪我をした人たちを助けたんだ。嘘こき。ゴーセルと馬乗り回してたんだろう。でも人助けをしたのは本当だからね。そんじゃ昨日はヘンディさんに薬の作り方を教わってた。僕、怪我は癒せるけどママ上みたいに病気まで治すことができないから。それでいつから薬屋にくら替えしたんだトリスタン。お前の夢は悪者を成敗する聖騎士になることじゃねえのかよ。それは子供の頃の話じゃないか。今も子供だろうが。パパ上には僕の気持ちなんかわからないよ。ごちそうさま。あっ